こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日はまたご来店いただいておりますがミスター K 様、この前、A2000 でしたよね、奈良市。この前はモデルはどなたでしたっけ？ちょっとじゃあこれこの前鳴らさせて眼福に預かりました、青木さんモデルの1799ですね。ちょっとほどけてるな。ちょっと今日もちょっと微調整をさせていただいたんですけど、今日は新たに A2000A2K をご購入ということで、まあ、当店売ってないですよ。当店ちっちゃい店しか売ってないですけども、これ小指2本入りで使われるんでしたよね。はい、こういう感じ。もうこの前鳴らしさせていただいて実戦で使われた、勝ちをつかみ取った縁起のいいグローブということでお聞きしておりますが、調子良かったですか？そうですね、全然掴めたんで良かったです。いいですね。これまた写真撮っておりますのでそのうちあげますけれども、まあ、これはこの前ねやらせていただいた。で今日はまず最初に2個あるんですけど、じゃじゃーん、このカラーフォルム。はい、いらっしゃい。あ、ちょっと待ってくださいね。全然、はい、時間に余裕があるんですよ。 A2000 JA27 ホセ・アルトゥーベ27、モデルでございます。 11.5 11ハーフですね。前言ってた日本で言うと D5 型、ちょっと指が立ち気味の内野手モデルですけども、こちらの方お持ち込みで、ございます。これから鳴らしていきますね。お好みはやはり小指2本入れで、指は出すんでしたっけ？そうですね、すごく。小指2本入れで指出していく。今ちょっとこういう感じですけど、叩いていきたいと思います。他のお客さんもいらっしゃったんで、ちょっと止めます。はい、お客さん帰られましたので、早速作業に入っていきます。今、お預かりしたホセ・アルトゥーベモデルですね。ご要望としてはフィンガーシフトの指出しで確認していただいたところ、親指小指がちょっときついということで、非常にね、よいしょ、ウィルソンさん A2000A2K ね、指入れには気を使って非常に指当たりがいいというのがねウィルソンさん特徴なんですけど、ちょっときつめなのでこれは広げときたいと思いますね。こういう道具があるのでちょっと指掛け外して、よいしょ、まずそこからやっていきますね。よいしょよいしょ。まあ、ミスター K さんはもうメジャーの選手のスタイルで使われるということで、そういった感じの鳴らしになりますね。広げちゃうと戻らないんでちょっとずつやるんですけど、よいしょ、でここで聞いてどうですか。ちょっと広げました。もうちょっと広げてもいいですけど、順番に徐々に、もうちょっと、どっちが、両方とも両方とも、はい、もうちょっと広げます。アルトゥーベさんはでもフィンガーシフトじゃなかった気もするな、本人はね。どうやったら、もう一回確認してこないと。うん、もうちょっと広げてみました。こっちって何だ、親指、そうですね、親指でちょっと引っかかる。ほほほほ、親指の方ですね、この辺か、よいしょ。
だいぶ乗ってます。はい、どうですか。OK ですか。はい、そしたら今のねお話で確認していただいてミスター K さん指入れは OK ということで、ここからこう鳴らしの作業に入っていきますけど、今つかめないことはない、入っていきますけれども、いつもの揉む叩く取るだけでございますね。私、東京オフィスの農民 GM のご声により、こう必殺の阿蘇山マレットをね、いただきましたので、これを使って今日はやっていきたいと思いますね。で、お聞きしましたところ、ご本人のこの型、このポテンシャルを引き出すようなタイプということで、これぐらいの閉じになってくると思いますけども、柔らかさは聞きながらやっていきますね。はい、じゃあ始めます。じゃあこのままじゃダメか。はい。別に大したことはしません。やっぱりね、そうやね、有名な選手ほど。ただ多分アクモデルとか日本人好みだから余計そうやね、っていうのもあったんですけど、日本の人は日本のやっぱり買いやすいか、で知ってる人はそれがあるというとかデッツとかそういう、うん、そうですそうです、あの2の人はね、もうその辺が向こうでもあの一番のこう目玉で売られてきてるんで、なので皆さん注目してますね。ヒューストン強いしね、今まだそうですね、ポストシーズンやってますからね。ね、今あのヤンキースとボストンやってますけど、ボストン大手かけてますから。ああ、そう。これ勝てば無機別またね。ああ、そうですね。ウィルソンさんはボストンに勝ってほしいんじゃないですか。無機別が売れるよ。あの飾ってるあれもかっこよかったんですけど、今回シンプルにこれがシッと入りました。新しいやつ。それでもスーパースキンはスーパースキンなんですよね。うん、ああ。ただ白がアルモ白のクロモジンっていうことで、うん、シンプルに作ったって感じです。ああ。クロスにするか、HU を向きにするか、うんうんうん、どっちもあってもまあいいやろうけど、
所がありそうだな。過去は若干違うんですよ。ジョシュハリソン。うんうん。ジョシュハリソンは基本1786のスタイルで、もうちょっとここのカーブがきついですね。あとでちょっとお見せしますけど、あれはでもこれは取りやすかったですね。速攻で飛んできて、おおみたいな感じ。飛んできてよかったですね。せっかく。さすがダンスだ。ポケットが硬いですね。しっかり。そうですね。柔らかいんで全然。今こんな感じです。もうちょっと柔らかくしようと思いますけど。はい、こちらの方向で OK をいただきましたので、もう少し叩いて。